はい、どうも、アトレインハイです。本日もよろしくお願いします。ということでね、ついにね、まあこの時期がやってきてしまいました。まあ1年も半分過ぎてね、毎年毎年プロ野球終わるのはあっという間ですけども、第1次戦力外通告ということで、まあ言いたくもないですけどね、新しくドラフトで選手を取るということは、その分ね、まあ出されてしまう選手もいるということで、まあ本当にね、この間の引退セレモニーじゃないですけど、ああやってね、もう輝かしい引退っていうのをね、できる選手っていうのは本当に限られるんだなっていう。もうほとんどの選手がね、もっとね、プロ野球選手続けたいと思ってもね、続けられないっていう、こういう苦しい状況がね、あるんだなって、毎年ね、12月の終わりの方に戦力外通告の番組見ても思いますけど、本当にプロ野球選手って大変なんだなっていう、まあ、ますますリスペクトがね、深まりますけど、もうそれぞれの選手、各地方とかね、その場所ではね、スターの選手でプロ野球選手に選ばれし、精鋭で来てるのにね、もう戦力外になるってどれだけレベルが高いかって話なんですけど、まあまずはね、今回3人の選手が出たということでね、まずは1人目、岡野雄一郎投手ということで、まあ、岡野投手もね、まあ社会人卒でね、東芝で入ってきて、ドラフト入ってくるときは前評判ね、すごく高くて、僕もめちゃくちゃ期待してたんですけど、まずね、まあ本人のコメントとして、結果が出ない日々が多くて、考える時間も長かったですけど、充実した日々を過ごせましたと。で、思い出に残るシーンとしては、一軍で投げる機会が少ない中、3勝を挙げられたことや、今年は中継ぎで延長の痺れる場面で投げられた、ファンの方の大きな声援をもらえた、感謝していますと。こちらこそ本当にお疲れ様でした。あ、もう本当にね、まあ、ドラゴンズって、大学卒のピッチャーとか、社会人卒のピッチャー、なかなか即戦力っていうところがね、まあ今ね、現役で橋本投手とか、まあ石森投手とか苦しんでますけど、梅津投手もね、怪我がちっていうところで、なかなかね、大社卒のピッチャー、もうトヨタ自動車から来て、吉見投手ぐらいがね、パッと思いつくね、まあ最近ね、活躍した投手かなと思うんですけど、まあ今年のね、ドラフトが特に大卒のピッチャーが豊富って言われてるっていうところではね、まあ、岡野投手もね、まあ、どっちかっていうとなんか、一つめちゃめちゃ特殊したボールがあるっていうよりは、どれもこう、平均的っていうか、オールラウンダーみたいなピッチャーだったんで、まあ、なかなかね、やっぱり防御率が悪いと、一つ武器を持ってるっていうピッチャーに比べるとね、まあ、ちょっと不利になっちゃうのかなっていうところあるんですけど、まあ、今季1軍でね、15試合登板して防御率 5.73。まあ、一時期ね、1軍でかなり連投になった時があったんですけど、まあ、その時はしっかりいいピッチングしてね、抑えてたんですけど、まあ、どこかの場面で打ち込まれてね、一気に防御率が悪化してしまったりとか、まあ、ただ満塁の場面でね、名古屋ドームでぶち込まれて、三振だったかな、抑えて、雄たけび上げてたのがね、もう懐かしいですけど、あれがおそらく最後になったっていうことで、まあ、非常にね、寂しい限りですけども、なんか高橋宏斗投手とね、いじられるような関係でね、キャンプの投手だったかな、春キャンプの時に、ドラゴンズの公式チャンネルでもね、楽しそうに話してる姿見てね、まあ、ああいうの見るとね、もう本当に、なんか切ないという気分になりますけど、まあでも2軍のね、防御率見ると、防御率5.12、2勝6敗っていうところで、まあ2軍でも結果残せてないっていうのはね、まあ、やっぱり社会人卒の3年目、4年目っていうところではね、まあ、厳しいのかなっていうところありますけど、まあ、2軍のね、先発ピッチャー見るとね、投数がそもそも足りてない。借金36、37? もう、想像もしたくないけど、2軍のピッチャー陣も崩壊してるっていうところで、柿越投手がね、球はもうストレート130キロぐらいになるまで投げさせられたりとか、ドラフトで今年ね、高卒から入った森山投手左の、もう、怪我するぐらいまで投げたりとかね、祖父江投手が先発に行ったりとかね、足りないっていうところでね、岡野投手をね、戦力外にしてる余裕があるのかって聞かれると、果たして大丈夫なのかなっていう、まだ必要なんじゃないかなって僕はね、思ったりはしちゃいますけど、まあその分ね、ドラフトで今年は大卒のピッチャーが豊富っていうところから、たくさん取っていくのかなっていうのは裏返しになりますけど、まあ他の球団を見てもね、もう本当に戦力外、かなりピッチャーをね、戦力外にしてるっていう球団が多いので、まあ大卒のね、即戦力ピッチャーが人気っていう、取っていくぞっていうのは、ひしひしと感じますけど、まあでも他球団のね、戦力外になったピッチャーでも、かなりね、まだまだやれるんじゃないかっていう、阪神のね、まあ中継ぎになっちゃいますけど、小林投手とかね、いいピッチャーはまだまだいると思うので、まあ年齢がね、若いっていうところじゃないから、まあ戦力外になってるってこともあるかもしれないですけど、まあ本当トライアウトにしてもね、まずは、頭数投数、イニングイーターっていうところも含めて、2軍のピッチャー陣補強していかないと、ドラゴンズピッチャーいいって言われてますけど、1軍のピッチャー確かに見たらいいかもしれないですけど、2軍に目を向けてみるとね、そもそも人数が足りてないよっていう、危機感持たなきゃいけないって思うので、まあ、そこら辺のね、補強はね、しっかりしてほしいなと思います。そして2人目、こちらはね、育成のピッチャーになるんですけど、
松田投手ということで、まあこちらはね、名古屋大学出身、まあ本当に頭脳派のピッチャーっていうところでね、話題にはなったんですけども、一軍でね、投げる機会は見れなかったっていうところで、まあ二軍でもね、12試合で防御率 6.97、まあちょっと本当にもう育成4年目でね、まあ結果が出なかったんで、まあ松田投手に関してはもう仕方ないのかなっていうところがあるんですけどね、本当に名古屋大学から来たっていうところで、まあ僕もね、地元名古屋で、まあ名古屋大学といえばね、僕の周りの友達でも本当に優秀なね、人しか行けないようなね、まあ旧帝大のところなんですけど、まあそこからね、ドラゴンズっていうプロ野球球団に入ったっていうのは、入っただけでも本当すごいとは思うんですけどね、まあ本人も、まあね、コメントとして、電話が来るのを覚悟していた。3、4年目は結果を出したいと望んだが繋がらなかった。グラウンドに立てばね、名古屋大学出身だろうが関係なく一緒だと思ってやってきたと。で、特にね、4年目は岡田俊也さんとか、岩崎翔さんとか、二谷さんにね、うまくいかない時に話を聞いてもらって気持ちを整理していた。本当にありがたかったと。まあ、今後については何も決まっていないって言ってますけど、まあ、本当にね、左ピッチャーで、ドラゴンズ福投手がね、まぁ、ちょっと、本当に、福投手頼みっていうところで、まぁ、今年ね、トレードで斎藤投手が出てきてくれましたけど、左ピッチャーなかなか手薄っていうところではね、チャンスもあったかなって思うんですけども、まぁ、やっぱりね、まぁ、一回はね、一軍で投げてる姿がね、見たかったっていうのは正直なところです。そして、三人目。伊藤康介外野手ということで、まあ、こちらはね、年齢が27歳、2017年のドラフト5位ということで、まあ、ドラゴンズのドラフト5位といえばね、本当にね、各選手、大島選手とか安倍選手とかね、活躍するジンクスっていうのがね、岡林選手とかあるんですけど、まあ、伊藤選手もね、まあ、なんか、1番、2番、たまにね、出た時、ほんのわずかだったかあったと思うんですけど、まあ、彼のね、やっぱり3ブース揃った、率を残さなきゃいけないっていうところで、プロ6年間で101試合で出ても、打率が1割6分5厘っていうのは、まあ、やっぱりね、厳しいのかなっていう、まあ、ブライト選手、鵜飼選手、外野手が飽和状態っていうところで、まあ、三好選手も最後出てきたっていうところではね、まあ、被るっていうところでね、まあ、ちょっと炙れちゃったっていう感じになってますけど、まあ彼はね、足が速いっていう魅力もあったっていうところで、もっともっと盗塁ができればね、ドラゴンズ盗塁がなかなかできない、盗塁数がリーグワーストっていうところで、もっと僕も走ってほしいっていうところではね、1番手2番手になれればね、なってほしい存在だったんですけど、まあね、伊藤選手も、まあ本当に外野手のね、波に飲まれてしまったっていうところで、コメントでね、小さい時からドラゴンズファンだったのにとても感謝していますし、自分の人生でとてもいい経験だったと思いますと、多少なり戦力外通告はまあ覚悟してましたと、トライアウトはね、受けようかなと、家族と話し合って決めたいと思いますって言ってますけど、まあ彼の場合は年齢が若いんでね、トライアウト受けたらまだまだね、チャンスがあるんじゃないかなと僕は思うんですけども、まあ本当にね、もう伊藤選手も含めて3選手、とにかくね、まずはドラゴンズでね、本当にね、お疲れ様でした。そしてね、戦力外と合わせてフェニックスリーグのメンバーの選手が発表されたんですけど、外野手がね、ブライト選手とね、三好選手の2人しかいないということで、外野手のポジションってセンター、レフト、ライト3人いるよなっていう、樋口選手とか無理やり外野持ってくんかなっていう、もう、そもそもフェニックスリーグ行く選手も足りないんかいっていうね、ドミニカウィンターリーグに派遣されるのが、鵜飼選手と上田選手、まあ、頑張ってほしいですけど、鵜飼選手が行くから、一人外野が足りないんかいっていう、どないなっとんねんっていう話ですけど、まあ、フェニックスリーグのね、表を見てもね、二軍の選手が本当に足りないっていうところが、もう借金数にも現れてますけど、内野がね、加藤選手、キャッチャーの加藤選手が守ったりとか、もう本当に足りないピースだらけなんで、まあ、トライアウトとか戦力外に他球団になった選手含めてね、補強はね、していかなければいけないんじゃないかなと個人的に思ってます。ということで、まあ、最後にね、三選手のね、まあ、戦力外ということで、応援歌をね、歌って締めたいと思います。さあ、今だなんだって、熱き思い勝利への弾道を描け康介打てて康介頑張れ頑張れ康介魂ボールに込めて立ち向かえ全力で今こそ我らを勝利へ導け松田頑張れ頑張れ松田魂ボールに込めて立ち向かえ全力で今こそ我らを勝利へ導け岡野頑張れ頑張れ岡野はい、ということで、まぁ、ちょっとここからはね、話題が変わるんですけども、まぁ、昨日のね、阪神の動画はまぁ、好評だったということで、まぁ、クライマックスファイナルステージはね、今のところ、阪神ファン、阪神ガチでアウトローインハイでね、
誕生するかなっていうところなんですけども、クライマックスその前にファーストステージがあるっていうことで、横浜ガチ勢アウトローインハイがね爆誕するのか、広島ガチ勢アウトローインハイが爆誕するのか、まあ、ここはぜひね皆さんの視聴者投票でね決めてもらいたいと思ってるので、まあ、YouTube のコミュニティ欄かね Twitter のあのアンケート機能でね、まあ、そのうち募集しようかなと思ってるんですけども、ぜひ皆さんのねどちらが見たいか、主人公は皆さん自身で決めてもらうっていうことで、僕が決めるんじゃなくてね、皆さんが見たい方を決めてもらえるっていうところはね、もう一年間の感謝の気持ちも込めてね、まあやってみたいと思うんですけども、ぜひ皆さんコメント欄とかね、まあ、YouTube のコミュニティ欄とかであのアンケート出した時にはね、回答の方ご協力いただきたいんですけども、まあ横浜ガチ勢が見たいのか、広島ガチ勢が見たいのかね、ぜひ意見の方ね、くれるとね、嬉しいです。本日もね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、参戦しとも、次のステージ、頑張ってください。